どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日は私、斉藤紳士ですね。本屋の方に行きましてですね。大阪は梅田の本屋さん3軒、はしご、そして、ブックオフを3軒、はしごいたしまして、いろいろ本を買ってきたのでですね、今日は、購入本紹介というやつをやりたいと思います。まさに、ホットなやつです。今日9月13日に、買ってきたものです。はい、まずはですね、こちら中上賢治の枯れ木などでございます。はい、これはね、この愛おしい思いみたいなこと、この劇場みたいなこと書いておりますけれども、まあいわゆる紀州のね、和歌山のお話でございまして、秋雪というね、主人公が出てくる、岬と同じ主人公が出てくる、まあ言ってしまえばもう中上賢治さんのライフワークの作品でございます。はい、毎日出版文化賞、それから芸術選奨新人賞に輝いた記念碑的大作なんだそうです。ぜひね、皆さんも読んでみてください。枯れ木など。続きましてこちら、羽田圭介さんのメタモルフォシスでございます。はい、これ実は僕、羽田圭介さんあんまりそんなに作品多く読んでなくてですね、まあこれ芥川賞の候補作になった作品なんですよね、メタモルフォーシス。結構羽田圭介さんも、受賞するまで何度も候補に上がった方なんですけれども、そのうちの1回の候補作になったこのメタモルフォーシスでございます。はい、結構ね、賛否両論あったという作品なんで、読むのが楽しみです。はい、続いてが、長島優さんの3の隣は5号室これね、ちょっとね、文脈どんなのだったか忘れましたけどもね、何かの選評の時にね、僕の手前味噌だけど、僕のこの作品を読んでみろみたいな感じで言われてたのでね、ちょっとどんな作品なのかなと思って非常に楽しみでございます。第52回谷崎潤一郎賞を受賞されている3の隣は5号室続きましてがこちら、中島ラモ、恋は底力。もう中島ラモさん久しぶりに見たと思って、昔僕すごい好きでね、中島ラモさんが、前作ぐらい持ってたんですけれども、このね、恋は底力を見つけてですね、久しぶりに、ああ懐かしいと思って、ブックオフで見つけました。はい、なので購入させていただきました。またね、中島ラモ熱にちょっと火がつくかなというふうに思いながら、こちらの方購入いたしました。はい、続きましてこちら、川上博美さんの先生のカバンでございます。これね、僕はこの動画を始めてからですね、やたらとこうおすすめの作品というので、先生のカバンを読んでくださいという方が多いので、やはり名作なんだと思うんです。こちらも谷崎潤一郎賞を受賞した名作なんですね。ちょっとね、心して読みたいと思います。非常にこれ勧める方が、多いのでね、名作なんだと思います。楽しみです。はい、川上博美さんの先生のカバンです。続きましてこちら、田山方への布団、十右衛門の最後でございます。この間ね、文芸誌をやった時ね、日本文学誌をやった時に、布団の話が出て、もうほんと高校生ぐらいの時に一回読んだきりになってたんで、それも図書館で読んだとかだったので、ちょっと購入して読んでみようと改めてね、思って、購入いたしました。田山方の布団でございます。はい。そしてついに買いました。村上春樹ノルウェイの森上下巻。先日ね、村上春樹の作品で一番売れたのは何かというので、ノルウェーの森上下巻。ノルウェーの森は実は僕ね、昔読んでるんですよ、一度読んでるんですけれども、自分で購入はしてなかったのでね、ちょっと購入いたしまして、ついに春樹ストへの道を僕もね、歩こうかなというふうに思っております。まず入門書として一番売れているノルウェーの森、村上春樹のノルウェーの森を購入いたしました。実はここまでがですね、ブックオフで買った作品なんですけれども、ここからはね、書店で買った作品ということで、まずこちら、大江健三郎のですね、私という小説家の作り方。これね、非常に内容面白そうだったので、まあ、100分で名著でも紹介されたらしいんですけれども、こちら、私、動画で作りたいと思います。非常にね、面白いことをいっぱい書いてるっぽい。あ、これ、新潮文庫買ったらこれもらえますよ。今ね、はい。続きましてもこちらでございます。夏の闇、海光武でございます。海光武さんね、いろいろ作品書かれてますけれども、この夏の闇というのはだいぶ面白い作品だというので話題になってたんですけど、僕まだ未読だったんですね。これベトナム戦争のお話ですよね。
非常に読むのが、楽しみでございます。まあ、この人自身がすごく、冒険家でございますけれどもね、冒険者が自らを蒸留して絞り出した究極の一滴というふうに書いておりますけれどもね、ちなみにこちらも新潮文庫だったので、こちらのね、なんていうんですか、ちっちゃいうちは剣しおりみたいなものがね、プレゼントされます。これ4種類の中からね選べますので、皆さんぜひご購入ください。はい、そして最後はこちらでございます。東洋輝さんのゆるく考えるでございます。はい、東洋輝さんは私好きなんですけれどもね、このゆるく考えるっていうのがちょっとこうね、面白そうだなと思って、言論ね、創業者が送る考えるヒント、迷っても失敗しても考え続ける、まあ、これねさらっと読んだらですね、まあなんていうんですかね、1タイトルというか一編につき、まあ、2、3ページで終わるエッセイになってますのでね、非常に読みやすいんではないかなということで購入いたしました。というわけで今日はですね、まあ9月にもなりましたしね、まだまだ緊急事態宣言下ではございますけれども、本屋に行って、ブックオフ、そして書店に行ってですね、こんな本を買ったよという、購入本紹介動画でございました。どうもありがとうございました。